もう高尾さんだ。高尾さん、こんにちはと。はい、今日はね、移住の話しますんでね、はい、よろしくお願いします。ちょうど高尾さんが頼りですね、うん、移住ってわけではないけど、高尾さん、来週沖縄に帰ってこられて、今もね、準備段階ですよね。引っ越すだけで大変なのに、本当に東京から沖縄って結構大変だ、ヘビーだなというお話もね、もう聞かせてくださいね。あ、ここにね、もう今コメントが入るんです。でこの高尾さんという人はいつもね、いいですね、コメント書いていただいてるので本当に大変です。高尾さん、ね、あってのあれですね、何番目なんですか、189。これは高尾さんが書いているラジオネームですね。あ、ラジオネーム。どうだったら何かの番組の会員番号だった気がします、うん、あ、そうですか。ゴールデンアワーとかじゃない、多分。そうなんだ。引き続きもたくさんなんかどんどん、うん、こんな感じでリアルタイムで皆さん参加をされているので、うん、県外に行きたいけど逆に県外行きたいけど、こう引っ越すの大変だからなっていうのがそうあるんですよ。引っ越すのもいいかな。引っ越したいけど、もうそろそろですね。高尾さん、今日は沖縄移住計画というフェイスブックで大勢3万人近い会員がいるグループの棟梁に来ていただいたんですのでね、また移住後の話とかそのようなお話ができるかなと思いますので、15秒でいきます、はい。よろしくお願いします。はい、6時半になりました。ラガンパシジュンのグッドイブニング沖縄、今日もよろしくお願いいたします。パーソナリティ私マダンパシジュンと FM ギノワンのレミタンでございます。よろしくお願いします。今日は沖縄移住に関してのテーマがですね、はい、沖縄に行こう、沖縄に住もうっていう形でいきたいと思うんですけど、はい、ゲストに2人来ていただいております。ですね、Facebook なんですけど、ここで沖縄移住計画というグループ、今2万8000人ですかね、そこの、管理をされている比嘉さんご夫婦にいらっしゃい、いらっ来ていただいてまして、今日は移住についてのですね、どんなところが難しいとか、そういうお話からですね、やっぱり沖縄にどんどん住んでいただきたいなっていう気持ちがありますので、そのあたりまでお話を聞かせていただきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。早速ご紹介いたします。比嘉義明さんと奥様ですね、まずはよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは簡単に自己紹介をしていただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、東京から3年前です。はい、移住して、移住というか私、U ターンですね。そうですね、厳密に比嘉制ですからね。はい、はい、もう40年ぶりに、帰ってきました。はい、比嘉義明と言います。よろしくお願いします。奥様、はい、一言お願いします。本当はずっと東京に住むつもりでいたのに、はい、いきなり帰るとか言って、いきなり帰りたいって連れてこられました。もともとは東京、千葉ですね。はい、そのあたりのご感想なんかも後ほどお聞きしたいと思いますので、お願いします。
まずはじゃああれですね、あの東京から、沖縄に、まあ、帰ってくれるといったきっかけからお聞きしましょうかね。どういうところがきっかけになったか、まあ、今更沖縄に帰るかっていうのもあるだろうし、そのあたりの心境なんかちょっとまずそこから聞いていきたいなと思います。はい、ですね、あれ東京が何十年ぶりかの大寒波っていうか寒かったんです、はい、でも私定年してて、はい、これはきついなって、はい、沖縄帰りたいな。あ、そういうことで、ちらっと考えたらだんだんその考えが膨らんできて、これ帰るしかないなということで。ああ、なるほど。そんな状態ですね。もう絶対何かあって帰るとかそんなんじゃなくて、はい、うん、ただ寒いから帰るそうですね、もう、うん、年取ってこれはきつい、だんだんきつくなるだろうなということで、そんな状態です。あ、なるほど、はい、そういうきっかけなんですね。あの奥様はどうなんですかね、そう、もう沖縄に行くぞっていうふうに言われた時に、まあ、あのね、千葉東京のこう、ゾーンからですねいきなりあのそのリゾート地の沖縄に行くっていう時にどういうふうな感じになるんですかね。もともと昔ダイビングをしていたので、沖縄本島はあんまり来てないんですけど、はい、島の方は何回も行ってたので、あ、そんなに違和感はなかったし、またちょっと違う小笠原にも、はい、あのダイビングしようと思って2年2ヶ月ぐらい住んでいたので、そんなに違和感はなかったんです。あ、なるほど。じゃあまあ寒いから沖縄に住むぞって言われても別に抵抗はなかったわけですね。抵抗はなかったです。なるほど。じゃあ、まあ、沖縄に帰ることになりました。で、やっぱりまずあれですよね、あの住むところを探さないといけないっていうところで、まあ、これはあの沖縄に移住したいな、まあ、沖縄移住計画の皆さんもですね、まあ、これ Facebook であのまたね、あの比嘉さんの方から宣伝していただきたいと思いますけど。わかりました。まあやっぱり住むところっていうのは一番要になって、なかなかあの見つからないっていうところもあると思うんですけど、そのあたりの苦労話も含んでのお話ししていただければと思うんですけど、まずどういうところに、どういうふうに住もうと思ってました？やっぱり難しいですよね。あの、はい、最初は、まあ、ネットでいろいろ探していたんですよね、ええ、ただやはりイメージがあんまり分からなくて、またネットも高いし、はい、沖縄に旅行を、まあ、探すつもりで1週間かな、旅行に来て、はい、これで探すぞと思って、やんばるとかを回ったんです、はい、でどうやったら探せるかなっていうところで、自治体に相談しよう、うんうん、国頭村の役場、はい、と、あとどこだ、元部長、はい、に行って、なんかないか、あの移住したいけどなんかそういう支援する、はい、まあ、土地とか仕事とか、まあ、そうなんですけど、うん、ないかというところがあって、資料を出してもらったのが、はい、元部長、まあ、資料を出してもらいました、はい、3件、空き家3件ぐらい、もっと、うん、もうあの、まあ、プリントアウトしてもらって、はい、ここはありますよというところで、うん、紹介してもらったんですけど、はい、実際見に行ったら、結構廃屋に古民家みたいなんですか、はい、古民家っていうか、もう藪の中、本当にじゃ山の中というか、入っていけない状態のそういうところでこれはダメだね。なるほど。なんか夏になったらちょっと行くの怖いなっていう感じなんですかね。やっぱり困りましたよね、うん、とても難しかったですね。はい、まあ一番はね、やっぱりその場所の役所、役場ですね、そういうところで探した方が、まあ、あの僕の経験からすればですね、うん、はい、まず保証人がね、うん、普通の不動産へ行くと保証人と地元の保証人もいりますよって言われたこともあるので、
これ、レミさんどうです、そういう。私初めて聞きました、ね、あったんですね、で、まあ、たまたまその時一時期ちょっとサラリーマンやってたんで、そこの会社の社長に頼んだっていうのがあるんですけど、大きなの、そうです、浦添の磯というところのですね、あの会社の社長に頼んでお願いしますということで、でまあ継がなく行けたんですけど、やっぱりそういうところで障害になってなかなか探せないっていう問題とかですね、それからあとその移住計画のグループのフェイスブック見てると、限られた日数の中で探して契約するまでが大変だ、難しいです、ですよね、難しいです。で、日賀さんの場合は購入されたんですね、最終的にはね、はい、はい、だからまあ購入するにしても今ね、沖縄高いんですよね、高いです、ですよね、高いです、はい、なんか内地とほとんど変わらなく、そんなにするんですか、那覇だと坪100万のところ、で、ヤンバルは安いんですけど、で、海地下だと坪25万とか、いや、高いです、高いですね、高いです。僕は17年前に来た時に、南城市行った時はね、はい、坪5万とかね、あ南城市は安いよ、違う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 、5000だった、5000、うん、それがね、ちょっと前に来たら、いやもう5万なんて言って、今コストコなんかできるかな、ね、ああ、もう高くなるでしょうね、みるみる、はい、成長していった感じがあって、今やもう、まあ、例えば賃貸のアパートメントなんかは東京に比べたら断然安いんですけど、でもそれでもやっぱ高いなと、2LDK で当時6万で入るって言ったら6万も出すのっていうふうに言われたことがあったんですね、だからまあそれから比べるとやっぱりだんだん高くなってきているっていうところがありますね。賃貸ですと、年取って、まあ、更新ができない可能性があって、ね、ありますよね、2年ごとでね、はい、だからその辺もね、これからどうするかなっていうところがあると思うんですけど、だからまあ、内地で引退されてじゃあ沖縄に住もうって言った時に どういう住み方がいいか、いきなり変えませんもんね、探して、変えます。で、日賀さんはよくフェイスブックでね、ここの土地はこれぐらいの金額だってよく出されてるの見るんですけど、はい、高いんですよまあ、やっぱり那覇は高いなと。ああ、那覇、そりゃそうでしょう。だからレミさんどうですか、まあ、沖縄に住まわれてて、やっぱり那覇は高いなってなりますけど、家賃も普通に賃貸、私はまだそういうなんか家を購入するとかを考えたことがないので、そちらはあんまりわからないんですけど、賃貸で借りるってなった時ももう那覇は高いなっていう。ですよね。同じ金額で例えば、まあ、宜野湾だったり沖縄市だったらもうちょっといいところ借りれるよなみたいな、こと思っちゃいますね。まあそういった意味ではちょっとね、高尾さんのように、はい、那覇を外してっていうところもあると思うんですけどやっぱりその、保証人の壁とかね、そして時間の壁ですよね、いる間にどこまでできるか、じゃあコメント来てるので、はい、この辺りで読みましょうか、ね、はい、吉田さんから、吉田さんこんばんは、こんばんは、ちょいとばかりお久しぶりです、はい、で高尾さんがですね、沖縄に移住するときにネックは居住地を探すことですねと、知り合いからの不動産情報があって助かりました、はい、で住みたい市町村の強い不動産屋を探すことですね、っていうのと、基本的に賃貸借契約のときは事務所に来てほしいと言われますというコメントが来てます。苦労されてましたよね、高尾さんね、本当にね、まあ、でもその通りなんですよね、当事者の方のコメントですね、はい、これはね、金子さんですね、はい、はい、数年間牧師に住んでいましたが、その当時は意外に部屋探しは苦労しませんでした、ラッキーだったんですね、僕の場合はと、今やね、なかなかそういう壁が、ね、高くなってるかなっていうのはありますけどね、だからやっぱり地元に誰か知り合いを作ることが一番かなっていうふうに思いますね、で、無理やりじゃなくて全く知らない人と知り合いになる必要はないんですけど、例えばあ、大丈夫ですか、高尾さん、はい、今回はそれで、はい、ですよね、まあ今ネットとかあるんですけど、でもやっぱり手間ですよね、そうですよね、だからまあ、今の沖縄移住計画のグループもですね、まあ、これから内地から沖縄に行きたいっていう方もいらっしゃるし、地元の方もいらっしゃるので、まあ、そのあたりでですね、情報交換をもっと密にしてですね、
はい、私もあの不動産屋さんを何件か知っているので、もしお役に立てればと思っていますが、あまりあの Facebook で宣伝してしまうと脱会させられますね。私は思うんですけど、まあ、宣伝はそうなんですけど、はい、Facebook の、メンバーの利益になれば一番いいと思うんですよ。あ、そうですね。まあ、ちょっと宣伝があったにしろ、そう思ってます。こういうビジネスやってみませんかとかね、そんなに来たら困っちゃうんですけどね。そうですね。うん、だから、まあ、ここでこういうふうに、まあ、やっぱり難しいのはね、その契約の中に全く第三者が入ることができないっていうのもあるので、うん、まあ、じゃあ例えばこういうふうに、まあ、こんな不動産屋さんがいて親切なんで、ここを一度当たってみたらどうですかとかね、そういうアドバイスはできると思うんですけど、やっぱり直接本人とないじゃないとダメですよっていうのってありますんでね。で、まあ、あとは、まあ、土地から買って家建ててみたら、もう本当にあの引退されてからそういうお金なかっちゃうそうですので、本当大変ですね、はい、だからその辺の住み方、まあ、ライフスタイル、まあ、賃貸にするかね、そういうことも考えられるような情報交換ができればいいですよね、うん、はい、はい、そのためにも Facebook ちょっとよろしくお願いします、はい、力入れていただいて、そういうあの物件の情報がこう少しでもあると、はい、アクセス数がすごい増えるんですよね。ああ、なるほどな、やっぱりみんな関心があるのかな。うん、そうですね、はい、あの奥さんの方どうですか、あの今まあ住んで何かこう移住してきて不自由な点とかですね、これちょっと面倒だなとか、あのお店が少ないなとか、まあ、いろいろあの、まあ、いいところもあるし悪いところもあると思うんですけど、何か不自由を感じるところとか。初め来た時はお店が近くないと思ってたんですけど、今住んでいるところは割とある感じ。そうですね、地味もあるし。ただ犬がいるんですけど、キャンプしたくても犬はダメとか、そういうところが多いなと。あ、なるほどなるほど、うん、公的公園は禁止が多いですね。あ、そうなんですか、ね、あの以前犬を飼っていたんですが、まあ、公園はよく連れて行きましたけど、今はやっぱりそういうのあるんですかね、糞の処理とか、そういうところですかね、うん、例えばあの美ら海公園はダメですよ。あ、そうなんですか、はい、あ、大型犬はダメ。あ、今はどういう種類の、多分カートとかにこう入れても、大きいですね。あ、種類か、あ、大きいです。あ、大きいですか、ね、写真で見るかめっちゃなわちゃかと思ったんですが、あ、大型犬なんですね。まあ今ね、まあ、私本職設計なんですけど、あ、建築の設計なんですけど、ドッグランとかね、今あの依頼がちょっと計画あるんですけど、そんなできたらね、またそういうところで遊ばせられるかなっていうのがありますよね、っていう情報をね交換できれば、はい、こういうとこありますよ、はい、ぜひ協力させてもらいます。もちろんよろしくお願いします。ということで、ちょうど時間もいい時間になってきたので、あの比嘉さんのリクエストよろしくお願いいたします。コメントが結構来ております、はい、あ、ですね、あの宮古島は今住宅がないらしいです。うん、結構有名です、うん、やっぱりあのあれなんですよね、あの右目が乱視なんで、ここから見ててちょっと見づらい。あ、吉田さんから、だんだんと沖縄住むだけじゃなく旅行で行く費用も上がっていて、気軽に行ける観光地じゃなくなってきました。そうですね、なんかハワイ化してきてるな。茶壇町も天井知らずの状況で、ミキさんというか、マダンマシの出番ですね。吉田さんが沖縄市と大阪の府中市、豊中市だ、うん、豊中市に限定した移住者のお手伝いができたらなと思いますけど、高齢なわけだからね、そのためには受け、あの受け皿みたいなものがね、ということで、まあ、あの後半はその行政、まあ、ケールとかね、はい、と、あの、結局し助成金が出るような形でね、応援していただけるような体制になったらなって話を読んでいただきますね。
豊中市の勉強できればそこから読んで移住していただいたらいいかな。これは何ですか。管か結構ですけど田島のあ、そこの場合は割と違う。エーサーの定番曲です。あ、そうか、そうか。後半は、はい、何を後半は、ね、仕事の話、うん、まあ、今後どういうふうにしたらその住めるところが出てくるかっていうので、捨てもあったんですけど、結局捨てから反転は、すみません、ちょっとぼやっとしてました。もう後半始まりました。今ちょっとね、先ほどの元部の方の廃屋の話をちょっと聞いてたんですけどやっぱり回収も難しいかなっていうところもあるので、やっぱりそういうところはなんていうのかな、まあご紹介しない方がいいかなっていうところもあるんですけど、どうやってじゃあ住みやすいところを見つけるかっていうんですけどね、まあ民間で行政でさ、行政っていうか、まあそういう役場で探されて、まあ、そういうところもあるにしてもですね、そういうところをまあ民間の方で助言をして、で役場、まあ県とかね、市町村でと民間が協力し合って、まあ、その行政の方からは助成金を出すというような形にしてですね、で住みやすい、まあ、本当に現実的に住めるところを安く紹介していただくというような形がいいかなって前から実は思ってましてね。でそれのプレゼンを一度これから県議の方に、出るというふうに言われている方、一度相談しに行こうかなというふうに思っているところです。はい。で、ミキさんから言われるようにマダンバスの出番です。まあ私本職建築設計なんで、はい、その辺は協力をさせていただいて、受け入れ体制をね作っていけばいいかなっていうところあると思うんですけど、日賀さんどう思われますか。いや同じ ほぼ同じ考えを私持ってまして、はい、例えば何ですかね、避難所風に、まあどっか開発して建物を作って一時的に住んでもらって、そこで住宅なり探す時間を作ってもらう、あるいは仕事を作って探す時間を作ってもらう、そういったような考えてましたね。まあですので行政を動かさないといけないという。そうですね、はい、はい。あとはそういったまたちょっと別なんですけどね、以前ラブホ街ですね、沖縄でもちょっと固まってあるんですね、まあライカムの近くとかでね、そういうところ、この、ホテルを最初なんか椎茸工場にしたいとかねあったんですけど、まあ、もうほとんど空き家になってるんですよ。そこはもうちょっとリゾート風の、まあ、民泊か、そういうふうな住宅に、変えたらどうですかというふうな話をしたことがあって、まあ今ちょっと凍結されてはいますけどね、なんかそういうふうな大掛かりな建物を改装して、そこは共同住宅みたいにしてですね、値段も安くできないかな、まあ、そういった時に一番必要なのがスポンサーになってもらえる人なんですけど、だからまあそういうところも、含めてですね、県市町村なども協力していただければ、もっと沖縄に、行きたいぞという方たちが増えるかなと思うんですけど、まあ、それをどうやって宣伝していくかというと、沖縄移住計画の Facebook ですね、はい、
で私がね、あのしゃしゃり出るわけにいかないんで、これはもう比嘉さんに期待していただきたいなと思います、ね、まあ、いい形でこうつながってもらうといいですね、うん、そのためにはそういうふうな、はい、あのコメントをお送りしますんで、はいはい、それを反映していただければ役に立てるかなと思うんですけど、あの皆さん関心あるものですからね。ですよね、はいはい、そういうところでどんどんやっていきたいなと思うんですけど、レミさんどう思われますっていうか、まあ、抽象的に振っちゃったんですけど、そうですね、もっとあの安く、あ、僕来た時はねすごく安かったんで、もうやっぱり沖縄いいなと、住むに衣食住の住がね、うん、住みやすいなっていうのは、うん、そういう値段が安いところもあったんですけどね、やっぱりあのレミさんから見てても急に上がってきた感じがしますね、なんか5、6年前だったらみたいなのは結構感じますよ、ね、5、6年前だったらもっと安く住めたのにとか、この辺もっと、うん、空いてる物件あったのにっていうのがありました、ね、去年一回引っ越し考えたんですよ、うん、県内で、その時に結構感じました、うん、ああなるほどね、そう本当に急になった、急だったし、うん、突然その人気になった場所があったりとか、まあ、コロナもあってなのか、おそらく一時期あの宮古島がねバブルになって、うん、もうみんなあのここの土地買うぞと、うん、あのお金を持って行ってした人たちはどこに消えちゃったのかなと思うんですけどね、高くなりましたよね。で、まあ、吉田さんからもね、あのコメント来てるんですけど、やっぱり豊中とまた何かつながりがあって、うん、そちらからも移住をしていただく方が、まあ、移住に興味を持っていただく方があの増えればいいかなと思うんですけど、やっぱり受け皿ですね、はい、これもやっぱりその住宅、はい、まあ、仕事もそう、一番の壁ですからね、それが。そうですね、はい、うん、住宅と雇用、ね、まあ、仕事ですよ ね、 ね、行政が、まあ、少しでも壁を低くしてもらって、はい、まあ、あのこれから沖縄移住計画にもうできるだけ協力いたしますんで、はい、引き続きこの沖縄に住もうというシリーズはね、あの続けていきたいと思いますんで、また定期的にお二人出ていただければと思います。やっぱりね、はい、実際の声があるとそうです、皆さんイメージも湧くと思うので、うん、ではい、あの、私もできるだけ動きたいなと思ってます、はい、うん、はい、今日はありがとうございました。 ありがとうございます。もうあっという間でしょ、すぐなんですよね、はい、で、まあ、今後どういうふうに、あのグループを進めていくかって、まあ、ご意見っていうか感想っていうか、まあ、方針をちょっと簡単に述べていただければ。フェイスブックからも何、はい、オフラインで発展して先ほどの行政を動かしたいっていうのが僕夢だったんです、はいはい、じゃあもうそれを進めていきましょうか、はいはい、奥さんいかがですか、これからどういうふうに、はい、あの沖縄に住んで、楽しく時間を過ごしたいなっていうなんかご希望があれば、女性の目から見て、いやあの最新やってるし、三振が練習してるんですけど、はい、いいですね、はい、じゃあ今度ぜひ三振持ってきていただいてここで披露していただければと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。またあの次回楽しみにしておりますので、はい、こちらこそありがとうございました。レミさん今日はお疲れ様でした、はい、ありがとうございました、はい、ではまた来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。